観的に自分のことを見るっていうのがすごい苦手で、いつも常に主観でこう自分のことを見てしまうんで、やっぱり気づきづらい部分が一人多分多くあると思うんですよ。来年まだ自分はあと1年あるんで、チャンスが福永先輩よりすごい演技と勝ち方で来年は勝ちたいので。気を抜いてほっとしてると、またやっぱ安藤りとも君だったりとか、堀君だったりとか、石川裕平だったりとか、下の世代がどんどん来られると思うんで、多分みんな必死に練習して、また来年に向けて出てくると思うんで、まあ、自分も負けないように常に挑戦し続けて、ただ上手くなればまあ結果は後からついてくると思うんで、とにかく今はいろんなものを見て、いろんな人に聞いて、自分で研究して、どうしたらもっともっと上手くなれるかっていうのを考えていこうかなと。あんまり実施が高い選手のタイプだとは思ってなかったんで、そもそも実施ってどこを基準にしてるのかがよく分かんなかったんで、まあ、ただ自分の好きな新体操をそのまま突き詰めてやっていってもいいよっていうことなのかなと自分は捉えて、これからも頑張っていこうかなと。今年から英断入ったんですけども、やっぱ組ができるとかで結構重要なポジションを任されて、結構プレッシャーをすごい感じますね。はい、国士舘高校からもうやっと5年高校3年間終えて1年4年でもともと自分機械体操をやってたんで、でそこでなんかもういろいろトランポリンとかそういうので遊んでたんで、まあ、そういうところから空中感覚は自分でもいいのかなとは思ってますね。はい、はい、今後頑張っていきます。はい、曲としても雰囲気が変わるところなので、優しいところから強さが出る曲の切り替わりがあるんで、そこの都市の切り替えというか強さを自分なりに表現したいと思います。自分はもともとタンブリングが得意で、まあ、高校時代もタンブリングばっかり頑張ってたみたいな感じだったんですけど、まあ、大学入って、まあ、国士舘の綺麗な都市に馴染めるように結構頑張りましたね。レギュラー取るために頑張ってましたね。ミスをしないことが一番なので、まあ、今まで通り落ち着いて、まあ、試合に臨めればそれなりに結果はついてくると思うんで、頑張りたいと思います。国士舘で優勝したいなっていう思いがあったんで、国士舘にしました。